しました。はい。で、2日目かな、ディズニーランドに行って、うん、で、ディズニーランドはそのダウンタウンから電車でなんか中まで入れるみたいな。あ、そうそうそう。そうなんです。すごかった。ね、確かにチケットをね、持っていればね、中まで入れてくれるんだよね。そう、うん、そうそうなんです。真ん中あたりというか、なんでパークの中心あたりまで電車にで移動できるんですよね。まあ、広いからかね。そうだと思います。かなり広かったですよね。うん、広かった。めっちゃ広かった。だって一つのアトラクションで、なんか3アトラクションぐらい分あるんじゃないかぐらいの。いや、広いよ、ね、確かに。やっぱね、アメリカンサイズなのよ、どこも。ご飯もね。ご飯やばかったよね。一番もう最初のご飯やばかったですよね。うん、てんこ盛りだった。うん、トーストのやつな。そう。普通の感覚で頼んだら、なんかでかすぎて、みんな頑張って食べるっていう。もうね、みんなウキウキで、あ、これ4つ食べようって言って頼んでさ、の着席した瞬間、うん、これさ、みんな2つでよかったよねって。半分ずつでね、マジでいいぐらいのサイズだったよね。マジででかかった。なんかピザとかもめっちゃ高いし、そう、みんな本当にね、黙々と食べんねん。なんかこの4人ってさ、なんかご飯食べながら喋る人一人もいなくて、そうだね、ひたすらずっと黙々とね、もぐ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 食ってて、すごい面白かった。美味しいねって一言言ってから、そう、最初、そう、最初の一口食べたらみんな感想言い合うんだけど、それ以降はもう食べ終わるまで、ナム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 、ほな行きますかって感じ。食べ終わったな、行くかっつって。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします、お願いします。